僕を一人にしないでくれよ。ここが50階層か。手前もこれほど真相に来たのは初めてだ。礼を言うぞ。それはお互い様さ。しかし、あやつらいつもああなのか？まあ、ちょっと訳ありでね。実は。アイズさん！レフィーア。アイズさん。あの例のヒューマンを抱えて、一旦地上に戻ったようですが。上層で、一体何があったんですか？あのヒューマンは何を。冒険。は？冒険は知ってたよ。なるほど、そういうわけか。レベル1でミノタウロスを下すとは。ベル・クラネルと言ったか。有望な冒険者になりそうだな。メモメモ。抜け目がないね、君も。団長、お話中すみません。どうした、ラウル。キャンプの設営中にモンスターが出現したっす。まったく、安全階層に到着してもダンジョンは僕らを安心させてはくれないようだね。フィン。上層か下層からモンスターが迷い込んできたんだろう。アイズ、頼むよ。わかった。私が後ろを守ります。僕だって逃がさない。見ててください。来ないで。後ろ。逃がさない。諦めないで。行きますよ。負けさせないよ。では、明日51階層以降に進むパーティーを発表する。僕、リベリア、ガレス。アイズ、ベート、ティオネ、ティオナ。それから、サポーターとしてラウルとレフィーア。スミスとして、ツバキにも同行してもらう。以上だ。うむ、任された。
では渡すものを渡しておこう。注文されていた品だ。シリーズ名はローラン。すべてデュランダル。不快属性を施してある。おお、思ったより軽いの。うん、これならこの大きさでも扱いやすいわ。本当、いい感じ。ありがとう、椿。これならあの新種と戦っても解けることはないだろう。要望通りだ。材質にこだわって威力を突き詰めた。軽くとも攻撃力は保証しよう。おめでとうございます。いらっしゃいませ。何かご入り用でしょうか。何でも揃ってるわよ。you